はい、どうも皆さんこんにちは。ブレイクスルー佐々木です。今日やっていく企画はですね、まあ理系大学院生の僕が開成中学というね、まあ日本最難関校とも呼ばれている中学校の入試問題を解いたら、まあどれぐらい解けるのかということについてね、やっていきたいなというふうに思います。でこちらの企画は、まあ前々から、まあ視聴者さんから、まあ勉強動画出してみたらどうですかというようなご依頼を受けたまっておりましたので、まあ今回ね、そのご要望に応じて動画を撮っております。まあ開成中学といったら、まあめちゃめちゃ頭いい大学ですよ。もう何十年間ぐらい連続で、まあ東京大学合格者数が全国1位の高校なんですけれども、まあさすがにね、開成中学の入試ということは、まあ小学生が解く問題ですよね。で僕はまあ曲がりなりにも、まあ理系大学院生として、まあ今までね、勉強してきたわけですよ。まあだからさすがに小学生が解くような問題は、まあ解けるんじゃないのかなっていうことでやっていきたいと思います。そして、まあちょくちょくね、簡単な解説も挟みながらお届けしていきたいなというふうに思っております。はい、というわけで検証 VTR、どうぞ。難しいぞ。はい、というわけで第一問目やっていきたいと思います。第1問。はい、第1問目はこちら。次の四角の同じ角が入ります。当てはまる数を求めなさい。0.1875 かける括弧1と3分の1マイナス四角括弧閉じイコール括弧21分の17マイナス四角括弧閉じ割る1と7分の1。はい、第1問目はこのようなまあ、計算問題となっているんですね。で、まあ小学生だったら多分 x と解くことはできないので何かしらね、頭を使って解くんでしょうけれども、僕はね、中学で一次方程式というものを習ったのでね、まあその一次方程式をね、状態で解いていきたいなというふうに思います。はい、というわけでやっていきましょう。はい、解き終わりました。答えは3分の2じゃないのかなっていうふうに思います。どうでしょう？はい、答え見ていきます。はい、答え見たところ、3分の2でした。よし、やりました。まあね、ここら辺はまあ、計算ミスしない限りまあ解けるので、まあ、まだまだですよ。というわけでね、こちらの問題の解説やっていきたいと思います。解説動画どうぞ。はい、というわけで解説動画です。まあまず僕は中学入試的な解き方は全然できなかったので、本当に解説することでもないんですけれども、まあ、四角をま、x と置いてですね、解いていきました。まず 0.1875 を分数に直すところは結構めんどくさかったんですけれども、まあ、普通に1万分の1875を約分していきました。そして、両辺にかける16をいたしまして、式を展開いたしまして、結局ですね、答えが x イコール3分の2と出たので、まあ、四角の値は3分の2というふうに出ました。はい、これの、もし、スマートな解き方ございましたら、コメント欄にコメントよろしくお願いいたします。はい、というわけで、第2問目やっていきたいと思います。第2問目どうぞ。はい、というわけで第2問目やっていきたいと思います。第2問。第2問目はこちら。面積の9平方センチメートルである正六角形 ABCDEF の各辺の中点、括弧真ん中の点を結んで新しい正六角形を作ります。新しい正六角形の面積を求めなさい。右四つの点 O は対象の中心です。はい、正六角形の中に正六角形があるというような問題ですね。これ、中学入試的な時からだと多分難しいんでしょうけれども、高校入試とか大学入試とかで、まあ、修羅場をくぐってきた人間なら結構、まあ、余裕で解けるんじゃないかなと思います。というわけで解いていきたいと思います。はい、解いていきました。答えは4分の27でどうでしょう？はい、答えは 6.75 平方センチメートルということで、4分の27正解です。やりました。イェイ！はい、というわけでね。解説動画はこちらになっております。はい、というわけで第2問目の解説やっていきたいと思います。第2問目はですね、まあ、正六角形の中に、正六角形を作るというものなんですけれども、まず、正六角形の一つの角の大きさを調べていきました。正六角形の一つの角の大きさは、180×n-2 で、多角形の内角の和が求まるので、まあ、それを6で、割ることによって、まあ、一つの角が120度という風に求まりました。というわけで、あそこの三角形は120度の角度を持つ二等辺三角形になるんですね。で、この二等辺三角形って、この等しい辺の長さを1とすると、大きい辺の長さはルート3になるんですよ。120度の二等辺三角形の辺の比は1対ルート3になるっていう風に覚えておくと、結構高校入試で役立った記憶があります。そうすると、元の辺の比と、新しくできた正六角形の辺の比は、2対ルート3という風になることがわかります。したがって、面積比はこれを2乗すればいいので、4対3になります。
というわけで最終的な面積は正六角形 ABCDEF の面積が9だったので、これを4分の3倍して答えは4分の27という風に求まりました。はい、というわけでね、第3問目やっていきましょう。第3問目どうぞ。はい、というわけでね、最後の問題です。第3問目は、こちらです。はい、第3問。容器 A には濃度 1.62% の食塩水が 600g、 容器 B には濃度のわからない食塩水が 400g 入っています。 A の食塩水のうち N g を B に移してよくかき混ぜた後、同じ N g を A に戻しました。さらにまた同じことを繰り返したところ、 AB の食塩水の濃度は順に 1.88% と 2.04% になりました。最初の B の食塩水の濃度を求めなさい。第3問目の問題は、まあ、食塩水の問題になっておりますね。まあ、中学入試はどうかわからみませんけれども、まあ、高校入試とかではめちゃめちゃ見ましたね。この問題。もうめちゃめちゃ見たら多分解けると思うんですけれども、やっていきたいと思います。はい、というわけで解いていこうと思って、解いていくよ。パパパパッ、パパ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 パ。はい、というわけで解き終わりました。答えは、2.43% でどうでしょう。さあ、運命の結果発表です。はい、2.43%。はい、というわけで第3問目の解説です。まずですね、まあ、容器 A と容器 B に、それぞれ、まあ、濃度 1.62% 600g と、X% 400g の食塩水が入っていましたと。で、まあ、なんやかんやして、まあ、容器 A から容器 B に Ng とか、容器 B から容器 A に Ng とかするんですけれども、まあ、あれって結構関係なくてですね、問題を解く人を混乱させるだけのもので、まあ、結局、なんやかんやして、濃度が 1.88% で 600g と 2.04% で 400g の食塩水が容器 A と容器 B に入っているっていうことを表しているだけなんですね。まあ、なぜなら、Ng の食塩水を A から B に移したりしているだけなので、600g と 400g という食塩水の量は変わらないわけですよ。ここから X を求めていきたいんですけれども、これは、まあ、最初と最後の食塩の量は等しいよねっていうことを使えばわかります。というわけで、まあ、最初に容器 A に入っている食塩の量は、600×100分の1.62 で 9.72g。で、容器 B に入っている食塩の量は 400×100分の X で 4X g。そして、まあ、最後の容器 A と容器 B に入っている食塩の量も、それぞれ 11.28g、8.16g という風に、求まります。というわけで、まあ、最初と最後の食塩の量が等しいということで、9.72+4X=11.28+8.16 という風になるので、X は 2.43 ということで、容器 B に入っていた食塩水の濃度は 2.43g だったということがわかります。はい、というわけで解説は以上になります。はい、ブレイクスルー佐々木。全問正解いたしました。すごいほっとしていますね。もう理系大学院生としてのプライド、メンツが保たれたと思います。まあね、今までね、めちゃめちゃ偉そうにね、まあ理系ネタをね、つらつらと配信してきた身としてはね、さすがに中学入試の問題解けないようではね、もう動画配信できないんじゃないのかなって思っていたので、全問正解できてよかったです。というわけでね、うん、すごいなんか、この企画面白かったですね。やってみて。なんかすごい面白かったと思います。なんか、受験は結構遠ざかってきた身なので、こうやってね、まあ、いろいろな問題に触れてみるというのもね、普通に自分でやってて面白かったので、まあ、今後もね、このような企画ね、ご要望がございましたらね、やっていきたいなっていうふうに思います。はい、で、こんな感じでね、ブレイクスルー佐々木チャンネルでは、まあ、いろんな理系ネタであったりとか、まあ、勉強動画であったりとかを配信しております。で、まだまだね、ブレイクスルー佐々木さんは、底辺 YouTuber なので、底辺 YouTuber です。底辺 YouTuber です。で、これからもっと頑張っていきたいなっていうふうに思っているので、応援してくれる方は、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。そしてまだ関連動画とかにも、僕の動画は出にくいので、仲のいい友達だけでいいのでね、拡散していただけると、拡散する波動！すごい嬉しいです。はい、というわけで以上です。ありがとうございました。バイバーイ。